はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回はカナカナの第22話について話していきたいと思います。はい、カナカナね、前田ゴードンさんが主役のこのドラマ、夜ドラですね。朝ドラじゃなくて夜ドラ、これはね非常にいいですね。今のところちょっと朝ドラよりかなり上を行ってるかなという感じのカナカナ、このね、今回はね、この前田ゴードンをめぐり、あの白石聖さんと新川優愛さんかな、がこう静かな戦いをするっていうね、このドラマ、で今日はカナカナのカナコちゃんかな、カナコをちょっと拗ねちゃったわけですよ。だけどそれ拗ねちゃったのをこうどう直していくかみたいな回でしたね。でこのドラマ武田真治さん出てますね。でそのカナカナのカナコちゃんは、あの人の心が読めるということで、それによってのね、いろんなトラブルがあるっていう感じのドラマかな。非常に子役陣もね、みんな可愛いっていうね、これねすごいですね。このキャスティングもいいですしね、あと宮崎美子さんも出てるしね。なんかこう、あとね、前田のね、そう出てます。だからみんな実力派かな。で前田ゴードンさん本当合ってますね、この役ね、すごくいい。これもうすぐ終わっちゃうのかな、これは。まあこれはね、見てなかった人はちょっともったいなかったんじゃないかっていうぐらいのこのいい感じですね。まあ今回もその前田ゴードンさんがね、そのかなこちゃんのためにこう机と椅子を作ってあげるっていう回だったんですけどね、常にこうかなこちゃんを思う前田ゴードン、胸で喧嘩がめちゃくちゃ強いっていうね、こうすごく、まあどこにもこの世にいないタイプのこうドラマ映画の中でしかいない感じのね、人物なんですけども、多分これみんながこんな人いたらいいんじゃないかとか、こんな人になれたらいいんじゃないかなっていうのがね、うまくね描かれてるなっていうね、ドラマですね。こう夜ドラ、これまだ見てないっていうか、見れなかった方とかね、ちょっと惜しいことしたんじゃなかろうかと私は思っております。はい、もうでも22話まで来ちゃいましたからね。まあね、今回ちむどんどんずっと追ってるんで、なかなか違う番組な土日しか話せないんでね、あれなんですけどもね。はい、そんな感じで、かなかな、22話とても面白かったですね。はい、そんな感じで次回も楽しみにしたいと思います。はいはい、さて私は来週金曜日に、ね、アコースティックなライブがありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください、ね。はい、ぜひ会場に来ていただきたい。まだまだ入れますんで、ぜひ会場に来ていただきたいと私は思っておりますね。アコースティックでのオールスタンディング満杯みたいなのがね、いいんじゃないかと私は思ってるんですけどね。はい、皆さんぜひ遊びに来てください。そしてこのチャンネル登録してください、来ちゃった方ね。はい、まあね、今回もドラマね、ナンバー NGMG5 か、よかったですね。本当は毎回やりたいぐらい本当に良かったですね。感動的、あれは本当に映画化してほしいですね。あとね、持続可能な恋ですかも良かったな。まあそんな感じで、また明日会いましょう。バイ。